岩城一志ん、名人志は、日本の漫画家。東京都出身、男性、和光大学中退。本名、岩城一志。父親は、和光大学名誉教授の岩城正夫。寄生中で1993年に、第17回講談社漫画賞一般部門。1996年に、第27回星雲賞コミック部門。ヒストリエで2010年に、 第14回文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞2012年に第16回手塚治文化小漫画大賞を受賞している高校3年まで漫画を読まずに育つ漫画に夢中になった当初は漫画を買うことすら恥ずかしくやっと買ったのは小さな文庫サイズの手塚治の漫画だったという学生時代には父の著書に差し絵を提供していた 1984年、上村和夫のアシスタントを始める。1985年、千葉哲也賞に入選したゴミの海がモーニングオープン図刊館に掲載され、デビュー。以後は主に月刊アフタヌーンなどの講談社の雑誌で活動している。漫画家のスカゲン洋行とは、親交がある。共に月刊アフタヌーンに連載していたこともあり。 吉江さんの単行本巻末に特別寄稿として、スカゲンをモチーフにした読み切り作品を掲載したこともある。一方のスカゲンも、寄生獣単行本巻末に岩名を主人公にしたフィクション読み切り漫画、寄生 OL を特別寄稿している。残虐描写を特徴とするが、ストーリーは哲学的かつドラマティックな展開を両立させている。 2000年代以降は歴史に題材を取った作品が多い。救済になることもしばしばで作品の量は多くなく、本人も自覚している。ありがとうございます。